人民のものであって天皇のものではない。さらに軍隊のものでもますますない。人民万歳。おい、大変だ。国民会が来たぞ。つまみ出すぞ。来い。おい。これが大事なんだ。オイルタンクとエンジンの関係について説明しよう。 エンジンのデザイン上、ガソリンはまずオイルポンプによってキャブレーターに送られ、そこで空気と混合された後、エンジン部に送られ。何をやってる。 死なろ、出ていけ。そんなことはしたいかん。日本の学校はシナロのためにあるんじゃない。出て行きなさい。お前ら、ずずしいぞ。何？あんたたちどういうつもりよ。人に乱暴するなんて。あ、いい度胸だな、貴様誰だ。私は山田光子って言うのよ。あんたたちなんか全然怖くないわ。いいだ。聞け。お前らが誰だろうと知ったこっちゃない。見つかざるうちに出ていけ。1、2、3。 先生、黒龍会の指導者よ。おお、もう喧嘩終わったのか。こんな早く。武力じゃ問題は解決できないと言ったのが分かんないのか、お前らは。渡辺教授、申し訳ありません。手を抜いてもらったんだから礼を言わなくちゃ。 誰と戦った。僕です。ほう、たった一人でか。大したもんだ。私は船越文夫だ。君は？ああ、あれ、ミスコどうしてこんなとこにいるんだよ。おじさま、私の万年筆この人たちに壊されちゃったのよ。弁償してくださいね。 おいおい、そんなこと言うなよ。私が貧乏なことぐらい君も知ってるだろう。金持ってるか金。<笑>はい。これでどうだ。それにしてもなんだね、本当にあんたお父さんに似てわがままなんだから。そんなんじゃ誰とも結婚なんかできないよ。大丈夫、私にはちゃんちゃんがいるもん。ちゃんちゃん。はい、西部課のちゃんちゃんです。上海の西部官の。 じゃあ本源光先生は。私の思案です。そうか。どうかしたの。いや、言いにくいんだが、さっき上海から電報を受け取ってな、本源光先生が試合中に殺された。
相手は黒竜会の西口道場の芥川だということだ。そんなバカな。悪いがこの話は本当だ。すみません。奴と出会わせができなくて残念だ。ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、どこに行くの？中馬回軍、我去查清楚个什么证据。日本人がしたんじゃないわ。きっとそうよ。日本の中国侵略を許すな。自民万歳、自民万歳。けど、もしあんまり長いこと帰ってこなかったら打たないわよ、私。ちゃんちゃん帰ってくるわよね。我不知道他们离开中国回来日本的时候我会回来找你。彼らは青島に行ってドイツ人と戦うだけよ。你要搞清楚、青島是我们中国的地方，你们跟德国人同样的侵略者。ちゃんちゃん日本人を恨んでいるの？我都不信。光子，生长在这个年代，我们没得选择。你保重。陈真，边啊，先生，我去精武门。精武门，你要学功夫啊？大叔，我系去学功夫，唔该你拉车。学功夫唔好去精武门啊！喺上海个个都知道，精武门啊，以前就第一，而家就咁噶啦。你拉唔拉啊？唔拉我坐个地噶。拉！哎，你俾钱啊，你话去边就去边啊，坐稳啲啊，坐稳。好咯。而家都死埋，精武门冇用噶啦！你考虑下，我介绍你第间武馆啦。呢度真系冇前途啊！五星，五星即系你啊！阿彪，我帮你啊！唔该。你系陈真，精武门嘅，精武门一定有前途，你睇住。五星，米师傅，呢度系先父嘅灵堂，要切磋嘅，不如出去出边。
啊嘛。黎师傅，成样成样。霍老兄，系我技不如人，诶，系我性之不武啫。你咁远地方嚟，舟居劳顿。如果下次仲有兴趣切磋嘅，不如我拜访贵武馆啦。你读完书啊？点都好，你总算翻嚟啦，龙大叔。嗯，我仲谂住唔阻碍你嘅学业，所以叫佢哋唔好通知你。你点知噶？日本嘅报纸都有报道，嗰班日本头一定系好得戚。系啦，不如去同阿爹叩个头先啦。喂喂喂，你做咩？陈真又唔系霍家嘅人，点可以叫佢披麻？龙大叔，陈真自细跟住阿爹，由阿爹养大，佢同霍家嘅人根本就冇分别。佢诶，阿爹未去比武之前，哮喘已经成日发作，我已经劝咗佢好多次，但佢点都唔听。叩个头，你癫咗啊！呢个引字系你师傅亲手写嘅。大叔，陈真做得啱。外国人喺我哋中国地方横行霸道，就系因为我哋忍得太耐。我话过，以后有我霍廷恩嘅精武门，系绝对唔会忍落去。照規矩，應該下一戰書先。我而家就去，唔使戰書。陳真，誒，虹口道場係日本人嘅地方，連巡捕房都冇佢扶。如果你有咩事，精武門點辦？何況你阿爹都唔係佢對手。龍大叔，誒，你阿爹交低你俾我，我唔可以俾你有差錯嘅。阿倫，長仔，帶十個兄弟跟住陳真，有咩事即刻翻嚟通知我。係，大家跟我嚟。痛啊！咁忙噶，哇，好靓啊！出嚟，出嚟，老总啊，你电话？唉，边个啊？喂，解完灰 speaking， 吓，龙敬孙啊，咁大剂啊！好，即刻去，跟我去红口道场啊！二三。しっかりしろ。解散。おい待て、外に靴脱いで出直してこい。精武門嘅陳真，我要揾芥川龍一。中國人唔可以入道場，出去。呢度係中國地方。中国人去边都得。什么？Thank you.
叫你的滚出来！これは公平な試合だ。いかなことになろうと追求はしない。 除咗日本人，系唔侵入去。冇搞错嘛，冇嚟我咩镬喎？我明明睇住五星入咗去嘅噃。系啊，嚟啦，嗱，先嚟啦。日本人ですか？違う。テレ。 冇嘢，冇嘢，藤田先生、領事先生，誤會啫，誤會嚟嘅啫，冇喺度搞事。係，第一次招待解散。 有事？五星點啊？打贏咗，贏咗啊！你兩個去通知庭欣同董大叔，去師傅個墓度揾我。 系，行啦，落。霍爷个墓未起好喎。唔啱。嗱，小心啲啊，慢慢啦吓。系啦，小心啲啊。小心啲啊，搬墓啊。系啦，小心啲啊。一齐俾啲力啊。系，快啲啦。系。得嘅，各位。
I'm a doctor, not a pathologist. Let me do it. Which part do you need? I need the liver if you want me to check for poison. Oh. 你在做什么? Huh? 喂,解完灰,他在做什么? 嚴師嘛? 那你不阻止他? 喂,龍老兄, 他是你精武門的人, 我沒權阻止的嘛。 你, 陳真, 阿爹的屍首你是不可以騷擾的。 我和吳家川交過手, 他根本就不可能打死師父。 我懷疑師父是中毒死的。 喂,解完灰, 你有沒有懷疑過霍老師是中毒啊? 那霍元甲被戒川打到嘔血的時候, 是很多人見的嘛。 那就是咯, 難道你當我們個個都盲的嗎? 喂, 龍大叔, 我陳真就算是負上不敬不孝之名, 都不會放棄追查這個真相。 你如果想阻止我的, 你一天劈死我。 喂, 等一下, 這個問題就交給你了,大家幫幫忙,好好地裝回師傅先。我都說了,師傅沒容易被蘿蔔頭打低的了。這次好了,不用蘿蔔頭那麼牙刷了。是啦,幸好不小心回來了,如果不是,還猛性性啊。想不到師傅是怎麼中毒的。師傅在外面那麼多應酬,被人勒到用了耳朵。你忘記了? 師傅戒村打那陣,用一個月淨收的嘛,他根本沒出過食飯。是喔。落毒的,一定是精武門的人。小衛啊,你師傅平時的起居飲食,是不是由你負責的?是啊,做什麼?林大叔啊,你不是懷疑小衛吧?不是。我是說,除了小衛之外,還有誰可以碰你爹的食的東西? 我呢間館上上下下食得嘅嘢都關我事,你懷疑我?長仔,去我間廚房睇有冇毒藥老鼠藥之類,行啦。跟叔,你唔好發脾氣住啦。唔關你事啊,行啦嘛。去我間廚房搜過,睇有冇乜嘢毒得死人嘅,行啦。行啊。跟叔啊,你唔好咁啦。唔查過我死得不明不白啊。停一下啦,咩事啊? 龍大叔,追查緊邊個是殺阿爹的兇手,跟叔以為我們懷疑他。喂,我沒有說我懷疑他的喔,這樣好啊,那你以後就不要吃我煮的飯餸,我在這裡這麼多年,放爺都是吃我煮的飯大的。龍敬孫,你說我落毒啊?你說我害死他?好了好了,大家吃飯吧,吃飯。陳真,這飯餸有毒的喔。師傅一向跟大家一起吃飯的,如果你煮的飯毒死師傅的,大家都死了啦。 你就有路了,龍敬孫,聽到沒啊?懷疑我。吉叔,吃飯。吃飯。吃飯。日本仔可能會回頭找負氣,大家吃飯先。哦,大家吃飯。吃飯。哦哦。我想回司馬夫醫生道。他說會詳細化驗一下師傅中的什麼毒。化驗?是啊,化學檢驗。 你發給呢?你去。好,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 
动作太花巧未必有效，学功夫就唔可以死练嘅。
搏击只有一个目的，就是击倒对方。同时我哋仲要讲求反应速度同力量。其实最简单嘅攻击就是最直接有效嘅。如果你哋要打人嘅话咧，首先学挨打。唔系，吴胜，只要我出招之前打到对方就得咯。嗱，如果力量唔够嘅话咧，你打人十拳，对方都冇事。人哋打你一拳，你就累低，挨唔住啦。师姐啊，呢两个人上嚟投馆噶。请问系咪由陈真师傅教武功啊？系啊，我哋想跟陈师傅学嘢啊。精武门嘅馆主系霍廷恩，系咪陈真教冇得包嘅？学下学唔学算？你呢个咩马？四平马咯。四平马，好似死马咁，踢一脚睇。哦。咁踢边有力噶？嗱，喺日本武术里边有一种叫侧踢，虽然简单，自己练得好直接，威力仲好大。喂，吴师兄啊，踢一脚嚟睇下。喂，快落手，快嚟踢一脚啦！快啲啦，快嚟啦，快啲！我俾佢啊。好，就系马。嚟啊！嚟啊！嚟啊！你冇嘢嘛？冇嘢啊！冇嘢啊！精力全升啊！冇嘢啊！顺势踢出，我知噶啦。做咩？唔好走。嘢啦。留喺度陪我啦！我而家系馆主，唔可以咁嘅。以前就话你阿爹喺度，你唔敢过夜啫。而家你系馆主啦，仲惊咩？留喺度，俾人知道咗，好多人唔服我。我真系唔信啊！有边个够胆唔服我廷恩啊？好啦，留喺度。嗯。天官就要走噶啦。こいつらの動きを見張るんだ。なぜ日本人まで自局のわからんバカがいつの世にもいるもんだ。遅れてすまんな。芥川さん、ちゃんちゃんにやられておかしくなられたのかな。あなたにはこの会議に出てもらうつもりはなかったのだが。俺はただ我が軍の参謀長だ。フォン・ヨングップの禁止のことを聞いたかどうか知りたくてね。ちょっと席を外してくれ。はい。どうした。隠し事でもあるのか。え？本当にお前は毒を漏らせたのか。今日の日本は経済、科学、工業、軍事力においても中国よりずっと勝っている。あとはお前らが中国美術の神話を壊すだけなのに、お前らに根性がないから我々が手を下さんわけにはいかんのだ。恥知らず。軍人は卑怯さ。それは軍人だけ通ずるものであって武術者には通用しない。私とホン・ユンガップの決闘は正々堂々としたものだ。お前らのために怪我されてしまった。お前に武士道を語る資格などはない。はっ。武士道とは個々の制約を忘れ、天皇のために命を懸け、歴史上の罪人になることさえ厭わないことさ。吴阿叔，赵史密夫医生得出个结论，话师傅应该系俾一种慢性嘅毒药破坏咗佢嘅肺功能。佢同介孙打嗰阵，根本就抵受唔到重击。你话精武门系咪真有内奸？陈真，你究竟翻嚟做咩？吴阿叔，做咩咁问我？
你翻咗嚟2日啫，正武门班师兄弟就当正叻佢哋崇拜嘅对象。但系你有冇谂过，庭欣有几难受？点会呢？从你第一日翻嚟开始，任何嘅事情，你都冇问过庭欣，就代佢决定。你当佢系边个？ 你系好叻，但系你冇唔记得，庭欣先至系精武门嘅唯一管主啊！到夜啦，我要先走，你慢慢谂下啦。吴星，咁早跑步啊？系啊，你真系勤力啊！ 陈师傅，陈师傅，咁早跑步系啊？喂，我哋成班兄弟都嚟齐晒啊！嚟睇下，我哋跟你学嚟啦，师傅，我跟住我啦，多谢啊！我相对哦，陈师，陈师嘅钱都。 暴力で解決はできん。 長官。 行くぞ。 大師兄早晨。 晚黑去咗边啊？冇翻嚟瞓嘅。陈真呢？陈真出咗去跑步。佢翻嚟话我听，我翻房。不得了啦！日本真系太官啦，你只闭啦！师兄，班日本仔。 啲嚟，一定要出事，去揾秦博。做咩事啊？陈真喺边度？陈真，我唔知喎，可能去打日本仔啩。不过我呢个师弟好怪，佢一日唔打个日本仔，佢就唔安乐。马爹，中国人好卑鄙。 暗杀我嘅系日本人，最叻恶人先告状。总之，你哋今日交唔到陈真出嚟，我哋就唔走。你哋带晒武器入嚟，我就预咗你哋唔走。三文，走！
你走，我哋唔会走，我哋要陈真，当俾面我好唔好？你冇资格，吴星。 唔好想打我咩？我就唔敢，不过唔知是枪会唔会走火啫嘛。边个喐亲就打边个，带陈真翻去。吓？点解要锁陈真啊？介川寻晚俾人杀咗，我要带佢翻去调查。我冇杀人啦，冇啊，带佢翻去。啊！快啲走！快啲走！你再唔走，我开枪啦！ 大家坐低，大家唔使担心啊！解奴弟负责呢件案嘅，佢都话冇事咯。啊，哎呀，乜你着成咁啊？唔好意思啊，刘兄，我今次自身难保。吓，件案而家唔系我嚟啦。喂喂喂，咁陈真点啊？睇运咯。睇运？喂喂喂喂！ 你就系巡捕房嘅新主管，巡捕房系咪有几位证人？系啊，我哋巡捕房系有四个证人，佢哋都话见到陈真杀人，实惊无神走四个证人出嚟嘅。我亲眼睇到系陈真，我哋成班人都见过佢噶，我睇住佢一刀一刀咁斩噶。He was using big knife。你肯定系佢？你肯定？系佢啊！啊，真系唔知系佢嚟啊！ 请问呢度几多只手指？唔系，四只。不如咁啊，行埋啲俾我睇下。唔使啦，啲证人佢哋揾翻嚟。我冇做过，我当时一直喺精武门，我嘅师兄弟可以做证。法官大人，请容许我讲，我认为精武门嘅人系陈真嘅同党。 系冇资格做证嘅。你讲咩啊？Silence！Excuse me, sir. She's just arriving. 法官大人，我有个好有力嘅证人。法官大人，我认为中国人嘅口供系唔可以相信嘅。我嘅证人系日本人。日本人。Witness is a Japanese. Okay. 私は山田光子と申します。日本の教育部長山田光雄は私の父です。山田さん、被告は当夜西部館に行ったと言いましたが、あなたもそこにいましたか？それはそうです。あの夜、彼は私の部屋にいました。外出していません。出番中？はい。 あなたは寝てるうちに彼はそこに出たら気づきましたか？そんな時間はありませんわ。私たち一晩中床の中にいて眠りませんでしたから。眠らってた？何をしたんですか？床で眠らない以外に何ができるんですか？ I find these proceedings ridiculous. Besides being a waste of my time. Case dismissed. Go ahead. Let's go. Let's go.
民族の英雄がただのスケベとはな。ふん。なぜここに？すべてを捨ててきたの。一生面倒見てね。我煮饭俾佢食，唔使旨意啊！翻去压萝卜啊！陈真啊，你师傅生前送你日本，系要你学日本人嘅科技，知己知彼，用嚟对付啲日本人。唔好为咗个日本女人就乜都唔记得至得噶。我哋清武门唔想俾人误会同啲日本人有咩关系。陈真，你系清武门嘅人，就唔应该同个日本女人喺埋一齐。ちゃんちゃん、もしかして私、あなたに迷惑をかけてるんじゃないの？大丈夫。唉，ちゃんちゃん、大丈夫何患無妻啊？一旦兒女情長就英雄氣短噶啦。唉，唔通你真係為個女人累你一世咩？林大叔啊，光子佢拋低所有嘢走嚟呢度揾我，更何況佢今朝喺法庭講過嘅嘢，我點可以唔照顧佢咧？可能啲日本女人系咁随便嘅咧。我哋清武门绝对唔容许日本人留喺度。你自己选择，一系同呢个日本女人分手，一系离开清武门。喂，大圣，你咁即系赶五星走啫？喂，做咩啊，刘振声？你而家即系企埋日本人嗰边啫？咩啊？你冇屈我啊？咩屈你啊？睇你个样，越嚟越似我把头啊！你再讲，我打你啊！咩啊？大家唔好吵啦，陈真，再系咁落去，精武门好快就会散。我唔想见到精武门内讧。事到如今，我哋唯一决定就系你同埋我，边个先至系精武门嘅管主？我从来冇谂过做管主，我唔理得你点谂。事实上，精武门咁多人，就系服你唔服我。我要同你比武一次，我输咗嘅，精武门你就系管住。你输嘅，你要即刻离开呢个日本女人。
大師兄，你點啊？大師兄，我唔要做管主，我亦唔會離開光子。如果你要我選擇嘅話，我只有離開精武門。 请跟我嚟，呢边咧有房啊，嚟啊！日本人，日本人就冇房啊！佢系我太太嚟嘅，你通融下。嗰个咪系陈真，正武门嗰个啊！原来系个好色大汉奸。啊！就嚟招呼你哋啊！好啦，唔早做唔做生意啊，走啦！我系佢见乜衰哟。 ネズミよ、中、中よ。いないよ。そんなはずないわ。よく探してよ。いっちゃったよ。あ！呢啲地方梗有老鼠噶啦。哦，嫌啦，ネズミね。我都覺得你執得喎。講住係佢哋自先嘅。 系我哋走嚟骚扰佢哋啊！真啦，それもそうね。我真系对你唔住，要你住埋呢啲咁嘅地方。啊，ここは空気も美味しいし，啊，景色も綺麗だわ。ホテルなんかよりずっといい。不如咁样啊，搵个但冇人识我哋嘅地方。西武館をしてるの？系政武门放弃咗我，突然间冇咗个包袱。 饮茶啊，龙大叔。唔该。诶，点解你唔食饭啊？我都冇胃口。庭欣仲未翻过嚟。唉，又好难怪佢。庭欣自细冇受过挫折，一下子输俾陈真，好难接受嘅。大师兄咁硬颈，我惊佢唔肯翻嚟做馆主啊。佢唔做馆主，边个做馆主啊？霍家迷踪拳一向都唔外传噶嘛。如果佢唔做馆主，迷踪拳点传落去啫？ 系咧，呢几日边个教拳啊？阿顺同阿彪咯。你话呢个时候有人嚟踢馆，都唔知点算。我阿妈寄信嚟俾我，话精武门得罪咗日本人，叫我唔好再留喺度啊。咁点啊？连你都走啊？我唔知道点啊。唔使惊，话晒呢个英租界，你估啲日本仔大晒嘅咩？你话系咪啊？ 真系浪费，一台嘅人食两台嘅餸。咩事啊？我要见你精武门
我是黑龙会第一高手玄月先生，要向你管主挑战。 大仙翻嚟，有鬼用咩？揾星翻嚟咪得咯，我即刻去边啊？我行家仲打萝卜头咩？喂，你唔好再揾星看家啦！系啊，唔好再嘈啦，剩翻你哋几个仲喺度嘈，嗱嗱声搵人揾大仙翻嚟啦！哦，去啦，去啊！跟叔，长仔啊！ 到底大师兄喺咗边啊？我点知？做咩事啊，根叔？你唔好扮嘢啊！我个仔点啊？讲冇用嘅，我哋谂办法睇下点样搵佢。喂，有咩事咁啊？先讲啦。你话我肯落药就放我个仔噶嘛？大佬啊，你个仔喺山东犯嘅系杀人罪，你估你话放就放啊？咁你自己应承噶喎？我应承你咩？啲萝卜头啲成啲啫嘛。 我申报话，有人传我个仔喺监度俾萝卜头杀咗啊！我同你讲啊，唔做都做咗啦，你都咪白做啊！你收咗千个大洋噶嘛？收千个就唔叫你手软，日本人应承得你，你个仔你冇事噶嘛？咁你乱咁讲嘢添啊？你哋够话啲药唔会害死霍爷咯？早知道。 我宁愿个仔死好过霍爷死啊！救命啊！救命啊！快啲帮手啊！放佢落嚟，快啲，快啲放佢落嚟啊！快啲啊！ 跟叔条尸旁边执到呢啲嘢，咩嚟噶？哦，系藤恩堂喺南洋买翻嚟嘅鳄鱼肝，要嚟以哮喘病嘅。哦，喂，系啦，成个精武门呢，净系霍老四食呢样嘢嘅咋？吓，咁睇嚟系佢用鳄鱼肉落毒害死霍元甲，而家内疚自杀噶。诶，喂，佢人都死咗啦，你唔好将件事讲出去啦。 俾人知道精武门有内奸，咁就唔好啦。唉，你哋精武门有冇内奸都散晒噶啦，陈真就走咗，庭恩就走咗边？我睇快啲揾个新馆主翻嚟坐管吧啦。精武门搞成咁，我都唔知点样同死鬼霍老四交代。老总啊，而家我哋点啊？而家你大队你问我，唔好玩我啦，老总。 攞啲鳄鱼肉翻去化验啦吓！走啦，走啦！你再试下同我揾庭恩翻嚟啊！得啦，放心啦。姑娘。 请问你揾边位？请问龙敬孙，龙大叔喺里边，请入去。龙大叔，呢位姑娘揾你。请问你系边位？龙大叔，庭恩而家喺我度，我劝咗好多次，佢都唔肯翻。我谂只有你先可以劝服佢。你住喺边度？麻烦你带我哋去。醉星楼。 老举仔，你同庭恩识咗几耐？两年。
你身上一定花了不少钱。你放心，我会离开他。龙大叔，你唔好误会。婷一唔系你想象中咁差。其实佢一直都好希望搞精武门。佢同我讲，要比佢阿爹做得更加好。系真噶，龙大叔，你一定要帮佢。 阿星、阿彪，我哋走啦。你哋咁多人喺度，系咪精武门有事？洪口道场挑战精武门，想揾你翻去商量下。咁陈真呢？唉，叫陈真去，大家唔服噶。而家你系馆主嚟噶嘛？唉，算啦，我哋走啦。等阵。 跟你翻嚟，你有信心打咩？就算系输，都唔希望精武门白白咁输。诶，等阵，呢位姑娘你点处置？唔通你仲要留呢位姑娘喺度啊？你咁点对得住人？ 阿伦，佢乖婆嚟。系，我要你同佢赎身。晓红啊，你系咪以后都唔再着嗰啲靓衫啊？我好似你哋咁啊，都唔知几开心。<笑>你件衫好似有啲窄，我听日换个件俾你啊。我查过噶啦，佢唔单止系黑龙会嘅第一高手，仲系全日本嘅第一高手。不过你唔使惊，佢年纪都唔轻噶啦。 龙大叔，龙大叔，诶，咁咪几好啊！系啦，以后你用翻个真名素兰啦。哦，如果你两个对光子都系咁开通就好啦。咁咪点同咧？光子系日本人啊嘛。庭欣，仲有10日就比武噶啦，好好备战啊！ 出嚟，好啊，文文，你对婷欣真系好，我对个个都咁好噶啦。婷欣系咪精武门武功最好嗰个？系啊，咁陈真呢？佢两个差唔多啫，一样咁好打。 船越さん、政府官に挑戦状を送りました。
この船越文雄が誰と武術の練習をしようといつ戦おうと陸軍の心配は不要だ黒竜会の中国での経費のほとんどは陸軍から出ていることを覚えていてほしいと思ってねそうしたければ今すぐ黒竜会と陸軍の関係を切ってもいいぞ君たちの大島会長はきっと同意しないだろう会長を使って俺を屈服させようとしても無駄だ俺は教練であって正客じゃない、うん、今朝起身嘅早晨ああ、みっちゃん。いや、遠いね。これだったら人力車で来るんだったよ。お父様に頼まれたの？いや、お父さん忙しくてね、会ってないんだ。じゃあ何しに中国に？あいつのためだ。ちゃんちゃん？結婚したのか？いいえ。だって一緒に住んでるんだろ？結婚したところで日本人も中国人も賛成してくれません。そりゃそうだろうけど。死んでしまったら君もかわいそうだからな何ですって万一你死了我会将你的骨灰送回日本后生仔你真的这么有信心何をどうして戦うことを私に教えてくれなかったのよそんなこといちいち女に言うことないちゃんちゃん来い你话我听，点先系最强嘅拳啊？用全身嘅力，集中喺一点打出去嘅拳系最劲嘅。哇，真系厉害喎！但系我从来未见过石头会打人嘅噃，我哋啲对手都系会喐嘅人，边度有最强嘅拳啊？道理系点讲都得，不如我哋比试下。系咁，最强嘅防守又系乜嘢啊？系进攻。与其嘥力气防守，不如全力进攻，喺最短嘅时间一击即中。哦，咁讲法，你哋霍家拳同唐手一样，系至刚嘅拳法啦。你净系识得讲，你都唔明嘅。刚决柔系白费气力，柔决刚，攻而不克，缺一不可。老师傅，你点样教徒弟噶？你师父有冇同你讲过啊？技击最忌心浮气躁，后生仔你咁好蚀底噶喎！我师父啊冇你咁多嘢讲，你打定唔打？嗯，打击。年だからな。Thank you.
你不要理，打得赢的就是好拳。 你冇嘢嘛？大丈夫的，我唔会占你便宜嘅。 老人家仲有咁好嘅体力，真系难得。我听人讲过，中国人有句说话叫拳怕少壮，系至理名。多谋，但我呢次输咗，我用嘅都系礼教嘅拳法。中国人嘅拳法向来注重个人修为，唔注重实战。你令我大开眼界。技击系应该以击倒对方为目标嘅。 错啦，后生仔，要击倒对方，最好嘅方法系用手枪。练武最重要嘅目的系要将人嘅体能推至最高极限。如果
果要达到呢一个境界，就必须要了解宇宙创生。我走啦，保重。我哋唔系决斗咩？决斗系啲野兽先至会做，我哋算打平手。但系我唔等于所有嘅日本人，比我更强嘅日本人太多啦。先生は日本一の腕前じゃないんですか？话船宇先生你武功第一，原来话你嘅修为，并唔系话你嘅杀人伎俩。福原甲先生，佢有一个咁好嘅徒弟，呢点我输俾佢？但系而家红口道场嘅第一高手，就系被称为杀人机器嘅藤田光。后生仔，你自己小心。ほら俺の勝ちだ。君もかなり上手くなったな。しかし人生はこの隠語のようにうまくはいかない。数年前まで孫逸山先生は黒龍会の一番の友人だった。それが今の黒龍会は軍隊と組んで中国侵略をしようとしている。中国侵略？あのバカ者どもの夢なんだよ。いやそうじゃないんだよ。中国駐在中の日本軍は全体の約半分以上だ。今の日本は眠っている象を食べようとしているアリのようなものだ。象が目を覚まさなければいい目に遭うが、毎日象が目覚めればアリがいくら強くてもかなわない。そうだな。その中国という象はまだ目を覚ましていない。その上それを食いたがってるアリは一匹以上だ。いつかは目覚める。おい、残念だが今の日本人はお前を信用してないぞ。この十数年間日本は戦争によって大量の利益を得た。英国のように日本も帝国を目指している。藤田のような人間が多すぎる。どうしても戦争は免れないのか。你好，陈真啊，佢未婚。你请坐。饮杯茶。你学咗中文啊？嗯，少少。讲得几好。帰りなさい。奥さんがいらしてるわ。而家点啊？做紧啲咩？我喺邮电局度揾到份工。你放弃精武门？冇所谓放唔放弃。
唔喺政务门，我嘅工作都可以好有意义。不如翻政务门啦。我带咗晓红翻政务门，最星流嗰个啊。嗯，你仲未见过佢噶？恭喜你，你都可以带光子翻政务门噶。大家会接受晓红，唔会接受光子，因为佢系日本人。光子咁为得你，佢系个好女仔嚟。其他人唔知点谂咧，佢留喺政务门。可能會影響精武門的聲譽，我不可以這麼自私的。我最近學了一套拳。是什麼拳？我教你。呢套咁似霍家拳咩？系，系霍家嘅迷踪拳。但师傅讲过，迷踪拳系不存外性噶。迷踪拳都系一套拳法嚟啫，只不过系我阿爹所创。陈真，应承我，我听日红口道场决斗，如果我有咩不测嘅，你将呢套拳法传授落去，越多人识越好。ごめんなさい。やはり日本に帰ることにしました。人生には愛よりも大切なことがあると思います。私がそばにいなければ、あなたはもっといろいろなことができるわ。あなたがおっしゃったように、日本軍が日本に引き上げてきたときに、京都であなたをお待ちしています。我同阿雷都得噶啦，婷欣啊，怕唔怕会有事啊？不如揾多几个人去帮手啊！唉，点会有事啫？人多去啊，班日本头要我哋怕佢哋添啊！系咯，等我翻嚟啊！嗯，小维，麻烦你照顾佢哋啊！嗯。婷欣。我识日文，我同埋你去。嗯。行啊。佢两个加埋一齐就真系唔会有事啦。船越文雄は今朝上海を立ちました。意固地な年寄りめ、皇軍に協力しなければ我々の敵だ。すぐに東京に知らせろ。はい。長官。では専務門との決闘は中止なさいますか。何もかも黒竜会に頼るわけではない。今回は俺たちの手でやる。はい。
二人だけか。よかった。いい知らせがある。お前の父親を殺した奴を見つけたぞ。出てこい。こいつは買収されてな、親父さんのワニ肉に毒を持ったのだ。こいつはあんたらを裏切ったわけだ。慌てるな、運び出せ。命令するまで入れるな。はい、みんな外に出るんだ。お前が負けたらこの名を進呈しよう。私の直筆だ。
多。你哋可以平安離開呢度咩？嚇！哎呀！我都嚟啊！咁就睇下幾多蘿蔔頭攬住死啦！やめろ！両方とも落ち着け！我認為呢件事一定要用和平方法嚟解決。藤田已經死咗啦，唔值得再為呢個人犧牲更多嘅性命。注意，係，みんなを撤去させろ。今は私が最高長官だ。私の命令が聞けんのか。はい。みんな外に出ろ。加先生，死咗一个日本军人，我一定要找到个凶手。如果唔系，冇办法向我哋政府交代，军部一定唔会罢手嘅。你系话，如果我唔死，军部就会利用呢个机会开战。好，咁就牺牲我一个啦。さすが大物だ。
咁睇咩啊？冇嘢，冇嘢，啊，继续讲。真系估唔到长仔居然系内奸，枉我哋仲对佢咁好。佢做咗五星嘅替死鬼，都算件好事啊！师兄，我哋去边啊？边度最有机会同日本人打仗？东三省，五洞新省。Thank you.